はい、こんにちは、116インズです。今回は今とは別のポジションを守っていた選手、まあ、コンバートした選手を取り上げていきたいなと思っております。まあ、メジャーリーガーでも結構プロに入ってからコンバートするケースですとか、あとはキャリアも晩年に差し掛かってきて、ちょっと若い時のように動けなくなってしまったので守備負担の少ないポジションに移るなと、まあいろいろな理由でコンバートする選手たちも多いんですけれども、今回はできればですね、今の姿からはちょっと想像できないポジションを守っていた選手たちを取り上げたいなと思っております。現役選手からですね、6人ほど紹介していきたいなと考えております。はい、ではまず1人目はワシントンナショナルズのショーン・ドゥーリトルですね。ドゥーリトルはナショナルズのクローザーを務めまして、昨年はナショナルズの世界一にも貢献したリリーフピッチャーですけれども、実はですね、プロ入りした時は野手だったんですね。もともと大学時代から、まあ、投手兼野手としてドゥーリトルプレーしておりまして、大学代表にも選ばれたこともある選手なんですけれども、で2007年オークランドアスレチックスから1巡目指名を受けるんですけれども、この時野手として指名を受けるんですね。で野手としてマイナーでもプレーしていたんですけれども、まあ、度重なる怪我、まあ、2度の膝の手術などもありまして、2011年からはピッチャーにコンバートして、ここからの成長が非常に早かったですね。翌年2012年にはメジャーデビューを果たしまして、アスレチックスのブルペンの一角として本当に活躍していましたし、その後オールスターにも2回選ばれるようなクローザーにまで成長したわけですから、本当にですね、ピッチャーに転向したのがかなりうまくいったケースと言っていいでしょうね。もし2度の膝の手術の後に、まあ、野手としてプレーを続けたりですとか、まあ、そもそも野球選手としてのキャリアは諦めてしまうとか、まあ、そういった道を選んでいたらきっと今の彼はなかったわけですから、本当に諦めずにですね、投手の道を進んで良かったんじゃないのかなと思いますね。はい、続いて2人目はドジャースのケンリー・ジャンセンですね。これは結構有名かもしれないんですけれども、まあ、ジャンセン今でこそメジャーリーグを代表するクローザー、まあ、ドジャースのクローザーとしてもずっとプレーしているわけですけれども、もともとはキャッチャーだったんですね。なので先ほどのドゥーリトルと同様、野手からのコンバートっていうのが非常にうまくいったケースと言ってもいいと思うんですけれども、キャッチャーとしても2009年 WBC オランダ代表にも選ばれていた選手ですし、で特にオランダ代表時代のジャンセンといえば、やっぱりキャッチャーとして膝をついた状態から盗塁阻止したプレーがあったと思うんですけれども、あれが結構印象的だったなと、まあ、非常に肩が当時から強かったですね。ただバッターとしてはちょっとかなり厳しくてですね、まあ、シングル A レベルでも、まあ、あまり結果を残せていない状態でしたので、2009年後半からピッチャーに転向しまして、そこからですね、彼の才能っていうのが花開いたんですね。でジャンセン本人はコンバートを言い渡された時、まあ、本当はメジャーリーガーのキャッチャーになりたいとずっと思っていたみたいなので、まあ、ちょっと抵抗があったみたいなんですけれども、ピッチャーとして成功した今ではもっと早くピッチャーとしての道を選べばよかったなんていうエピソードもあるみたいですね。まあ、ジャンセンも今や通算300セーブを超えるような素晴らしいクローザーになったわけですから、まあそらそう思いますよね。では続いて3人目は今年からツインズに加入したジョシュ・ドナルドソンですね。ドナルドソンといえばサードの名手という印象が今や非常に強いと思うんですけれども、もともとはドナルドソンキャッチャーをプレイしていまして、2007年1巡目指名カブスから受けた際にもキャッチャーとして指名を受けているんですね。でその後ですね、アスレチックスに移籍するんですけれども、2010年 MLB に昇格した際はアスレチックスの正捕手カート・スズキが故障したため、キャッチャーのバックアップとしてドナルドソンメジャー昇格を果たしていますので、ドナルドソンの場合はキャッチャーとしてメジャー昇格まではたどり着いてるんですね。ただ正直今のようなバッティングっていうのはキャッチャー時代はあまり見られなくて、どちらかというと12年の開幕前にサードにコンバートしてからようやく彼の打撃っていうところが才能を花開いたんですね。本当にアスレチックス、ブルージェイズ、それからブレイブスとですね、まあ、間にインディアンスに所属していた時代もありましたけれども、本当にサードの強打者としてずっと MVP 級の成績を残してきた選手ですし、2018年は怪我の影響もあって本来のパフォーマンス発揮できなかったんですけれども、昨年は見事にカムバックしたわけですから、まだまだドナルドソン健在というところですね。本当にドナルドソンの打撃ですとか守備ですとか、そういったプレー一つ一つは花もありますし、あ、こういう人がスターなんだなって呼べるような選手だと思いますので、今年からツインズでプレーするわけですけれども、まあ、引き続き活躍を期待したいところですね。はい、続いて4人目はジョーイ・ボットですね。ボットといえばずっとファーストでプレーしているイメージが強いんですけれども、実はキャッチャーだったらしいんですね。
私もこの動画作るためにいろいろと調べるまではボットがキャッチャーやってたってこと全然知らなくて、あ、そうだったんだと思ったんですけれども、一応ボットをスカウトした方たちも、まあ、キャッチャーとして彼を見ていたみたいですし、で肩は平均的だったんですけれども、結構送球も正確だったりで、それなりにキャッチャーとしての評価を受けていたみたいですね。で2002年のドラフト2巡目でレッズに入団して、すぐにですねマイナーの試合に出場し始めたボットなんですけれども、マイナーでも7試合だけキャッチャーとして出場した記録が残っていますね。で盗塁阻止率 22% でパスボール3つと、まあ、ちょっとお世辞にもいい成績とは言い難いんですけれども、まあ、一応キャッチャーとしてプレーはしていたようですね。ただレッズとしては彼の打撃を早く伸ばしたいということで、翌2003年から打撃に専念させるためにファーストに彼を移しまして、で結果としてそれが今に至っているという状況になっているんですけれども、結果的にファーストに移したことで今やウィンズアボリプレイスメント通算62の、まあ、素晴らしいファーストに成長したわけですから、この判断自体は全く間違ったものではなかったですね。まあ、個人的にはボットがキャッチャーのままプレーを続けて、でメジャーに上がってくる未来っていうのもちょっと見てみたかったなと思ったりもしますね。仮にキャッチャーとして今ぐらいの打撃が残せたら本当にどんな選手になっていたか想像しただけでも楽しくなってしまいますね。はい、続いてはタイガースのミゲル・カブレラですね。カブレラは今やファーストを守るのがちょっとやっとというような選手ではありますけれども、タイガース時代の前半はサードを守った時期もありましたし、またその前のマーリンズ時代は外野を守った時期もカブレラあったんですけれども、さらにその前、彼のマイナー時代っていうのは実はショートを守っていた時期もあるんですね。ちなみに彼のお母さんもソフトボールのベネズエラ代表のショートとして活躍した選手らしいんですけれども、まあ、それだけ非常に運動能力が高かったみたいですね。ただショートを守っていた頃のカブレラの守備っていうのは結構荒かったらしくて、2001年シングル A で98試合に出場したんですけれども、まあ、エラーが32個と、まあなかなかの数のエラーを記録しまして、守備率もわずかに9割2分8厘と、さすがにちょっと荒さが目立つような選手だったみたいですね。で、そういうこともあってシングル A プラスに上がってきたタイミングで、当時コーチだったオジー・ギーエンの勧めでサードに転向して、でそのままメジャーに上がっていたみたいなんですね。結果的にサードそしてファーストで強打者になったカブレラですけれども、まあ、あのままショートとしてプレーを続けて強打者として活躍する未来っていうのも、まあ、先ほどのボットと同じように見たかったですね。ショートだったらどんな選手になっていたんでしょうね。今でいうところのマニー・マチャドがショートを守るようなイメージかと思うんですけれども、まあ、マチャドから守備力をちょっと落として、でさらに打撃を強化したという感じになっていたかもしれませんね。そして今回紹介する最後の選手はエンゼルスのジャスティン・アプトンですね。アプトンに関してはこれまで紹介した5選手とはちょっと違うところがありますので、今回入れるかちょっと迷ったんですけれども、まあ、入れてみました。で、アプトンはですね2005年全体1位指名を受けた時にショートとして指名を受けているんですね。非常に身体能力が高くて、で動きも良いということで、まあ、ショートとしてもいけるだろうということで、まあ、ショートとして指名を受けているんですけれども、ただ彼はやっぱり外野手としての方が価値を出せるとドラフト時から言われていまして、で結局プロ入りしてからすぐにですね外野手になってしまったんですね。なので先ほどまでの5選手はみんなプロに入ってから、まあ、今回紹介したポジションを守った経歴があるんですけれども、アプトに関してはプロではショートを守ったことはないんですね。近年はちょっと不良再建と言ってもおかしくはないような状態が続いているアプトンですけれども、活躍していた時は MLB 屈指のスラッガーでしたし、まあ、そんな彼がもしショートを守っていたら、まあ、先ほどのカブレラのように本当にどんな選手になっていたのかと、まあ、ワクワクしてしまうような選手ではあるんですけれども、ジャスティン・アプトンに関して面白いのは、実は兄の BJ アプトンも、まあ、似たような道を歩んでるんですね。 BJ の方はジャスティンの3年前のドラフト、2002年のドラフト全体2位指名で当時のタンパベイデビルレイズから指名を受けて、で彼もショートとして入団して、でその後外野手になるという経歴をたどりましたので、まあ、兄弟揃ってショートとしてプロに入って、でその後外野手になったということで、兄弟は似ている部分も多いと言いますけれども、こういった似方もあるんだなと思いましたね。ということで今回6人の現役選手を紹介しましたが、いかがだったでしょうか。本当にドゥーリトルやジャンセンのケースなどはコンバートしていなければおそらく今の彼らの姿っていうのはなかったでしょうから、コンバートが本当にブレイクのきっかけにもなっていますよね。で一方でカブレラやボットのように、まあ、元のポジションで活躍する未来が見たかった選手もいましたので、本当にコンバートとかいろいろ調べていきますといろいろ面白いことが見つかりますので、ぜひですね皆さんも調べてみてはいかがでしょうか。現役選手以外でも、例えばメイクローザーのトレバー・ホフマンですとか、あとはナックルボーラーとして活躍したティム・ウェイクフィールドなどですとか、
まあそういった選手も、まあもともとは内野手だったりしますので、結構ですね、往年の名選手でもコンバートしているってことが意外とあったりしますので、いろいろとですね、皆さんで調べてみても本当に楽しいと思いますので、まあぜひですね、トライしていただきたいなと思います。ということで今回の動画は以上となります。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。